DMF-15 系エンジンは日本国有鉄道の機動車に走行用として搭載され、また、客車、特急系機動車の発電用エンジンとしても用いられるディーゼルエンジンである。キハ40系用として大量に採用された。なお、国鉄分割民営化後の1992年に登場し、現在も各地の鉄道事業者で採用が続いている。 DMF15Hz 系エンジンは小松製 SA6D140H エンジンを国鉄時代の正式名称に当てはめた故障であり、本校で解説するものとは全くの別物である。DMF15 発射エンジン DMF15 系は水平シリンダー式の直列6気筒で基本的には4年消失式ターボチャージャーを搭載。排気量は約 15L。 連続定格出力は180から 300PS である。このエンジンをバンク角180度の V 型12気筒に設計変更したものが d m l 3 0系エンジンであり、同弁形、シリンダーヘッド、ピストン、コンロットなど両者で部品の共通化が図られている。エンジン音は d m h 1 7系エンジンと比較してギャリギャリという感じの勘高く短いサイクルの アイドリング音が特徴的で 1500rpm から 1800rpm で低速運転される発電セットではかなりの騒音となる。1950年代から国鉄の機動車の標準機関として大量に製作されていた DMH17 軽エンジンはその試作段階でさえ技術人の間ではすでに時代遅れのものとの認識があった。 1960年代に入り、DMH17 系エンジンを2機搭載した、キハ80系や、キハ58系がそれぞれ特急、急行列車として、日本各地の高速輸送体系に使われ始めると、エンジン出力に由来する走行性能の低さが、目立ってきた。その解決のために大出力機関が計画され、DD13 型ディーゼル機関車に搭載されている。 d m f 三十一系エンジンを横形に設計変更した四百 p s 級の下級機付け直列六気筒機関である d m f 三十一発作を搭載したキハ六十系施策車が九百六十年に3両製造された。しかし、これらはエンジンの振動、騒音とピストンの潤滑、変速機、特に d w 一と呼称する新開発の二段直結式、 液体変速機とそのクラッチ機構に解決すべき問題が多く、最終的に DMF31 系エンジンを機動車に従用するプランは放棄されるに至った。しかしながら DMA117 系に代わるべき新たな機動車用大出力機関の開発と実用化は電化とディーゼル化による蒸気機関車の淘汰を主眼とする動力近代化計画の遂行上級務であり、 新たに機動車専用設計として全く新しい大出力機関の開発が計画された。こうして国鉄と新潟鉄工所、ダイハツディーゼル、新構造機の各社によって共同開発されたのが本系列である。まず国鉄は1962年に DW3 液体変速機を試作、翌年には DMA117 系よりに気筒数源としながらも、 ボアを 10mm 拡大し、石川島リマ重工業製 TB15 ターボチャージャーを加えることで出力を3割以上高めた DMF15HS を試作した。これは過去に DMH17K で起きた問題を抜本的に解決する構造を持った新系列と国鉄自ら呼ぶエンジンであった。さらに翌年には、 中間冷却機を備えた出力 300PS の DMF15Hz を試作。それらの機関と液体変速機で試験を重ね、1966年には同エンジンを改良した DMF15 ハザを搭載したキハ90型と中間冷却機のない DMF15HS を180度。 V 型12気筒に拡張した 500PS の DML30 系エンジンを搭載したキハ91型を同時に試作し、長期比較試験を行った。試験の結果や経済性の検討の結果、1エンジン搭載でも在来型2エンジン搭載機動車を上回る走行性能を発揮可能で、その余力により編成への付随者組み込みも可能。 しかも冷房用電源搭載スペースも確保可能な 500PS の DML30 系エンジンのみを機動車用として展開することになった。こうして新系列機動車用次世代エンジンの競争施策に敗北した DMF15 系であったが、それでも DML30 系と摩耗部品が共通で d m a 1 7系と比較して、 シリンダ数が少なく、かつ出力も大きかったことから、電源装置用エンジンとして、正式採用されることとなった。低速運転用に特性を変更し DMF15HG や DMF15HSG となった、本系列は1960年代後半から1970年代前半に、かけ、キハ181系や12系客車等の、 分散式電源方式を採用する客車の発電用エンジンとして量産された。その後1970年代後半に入り、キハ17系の老朽化対策として代替用にキハ40系機動車が製造されることになった。本系列はここで、ようやく走行用エンジンとして、 正式採用されることになったが、姉妹系列である DML30K エンジンが特急系機動車でトラブルを頻発させていたことから、設計時点での同系列の最新モデルであった DML30HSH での改良、変更点を反映した DMF15 発車が設計され、後にキハ183系の走行用エンジンとしても採用された。しかしながら、 この DMF15 発射は DML30HSK でのエンジントラブル、続出や当時の国鉄の漏使状況の悪化などを背景として、出力が 220PS と発電用の DMF15HSG と比較してさえ 10PS 分抑制されており、もともとターボ下級で 300PS を前提とした部品強度を確保していることもあり、機関単体での等にあたり出力は、 d m a 1 7系を下回る非効率なエンジンとなってしまった。国鉄時代には寒冷地での指導性改善等のため一部で直噴火改造が少数行われた程度で出力向上などの性能改善は行われなかった。このため本機関を搭載したキハ40系及びキハ183系は頑丈だが重い車体や直結一段で 常用速度域の大半において、効率の悪い変速弾で使用することを強いられる、専用液体式変速機の特性面での問題も、相まって、国鉄分割民営化後には明らかに出力不足かつ、燃費が悪く、不経済な車両とみなされるようになった。そこで、本系列を搭載する各社を承継した JR 各社のうち、 もともとキハ40系の保有量数がわずか50両程度と少なかった四国旅客鉄道を除く5社では車両性能向上や燃費の改善を機としてキハ40系について小型、軽量、小燃費を謳い文句とするカミンズ、小松製作所、新潟鉄工所などによる直列六気筒直噴式の大出力エンジンへの感想が広く行われたほか エンジンはそのままに下級機燃料噴射ポンプを変更し、下級空気量燃料噴射量を増大させ出力向上を図ったものや燃料噴射タイミングの変更で燃焼効率を改善する工事を実施したものも一部で出現した。その一方で、キハ40系の性能が芳しいものではないことから、本来置き換えるべきキハ20系のうち、 日韓協力系のキハ52型だけは JR かごも2010年まで運用されることになった。このような事情からオリジナルの DMF15 発車をそのまま搭載する車両は国鉄の分割民営化後急速に減少している。ありがとうございます。